お前らとちゃうねん。全然ちゃうねん。ちゃうねん。知ってる知ってないで、すごい挨拶の差を分けてる感じがあると思う。そんなちゃうというわ。お前、マネージャーが言うやつやろ。びっくりした。ジュニアは俺を分かってくれるやろ。おうおう。張り切りすぎて、ほんまにカチンカチンになる。固めちゃった。ちょっと。リーゼント下手じゃない。いやどうっすよこれ。これ初めて言われた。めっちゃうまいって言われましたよ。いろんな人から。めっちゃ下手じゃない。初めて言われた。いや、うまいっすよ。いや、よっしゃ予想通り。たまになんかその、YouTube 動画とか撮るときに連絡来てわざわざ俺今日リーゼントの方がええって言ってくるんですよ。いや当たり前じゃないですか。え？面倒くさがってるやん。YouTube を本来のビジネスとして捉えてないやん。それさんま御殿でも言うか。いや言いません。あしたさんま御殿やけど、いや俺リーゼントもええわなって言うなったらええで。いや言いません。もうずっとリーゼントにします。これからほんまもう全部自分でやりだしたことやろ。自分でやります。それやったらやってよ。わかります。まあやります。やって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 すいません。やってます。やっていきます。やっていきます。最近遅刻の理由はリーゼントで遅れますみたいな。どういうこと？まず行ってもそんな。いやその起きてこの多分1時までに行かなきゃいけないとして、うん、15分前にリーゼントし始めた時にすごいやっぱ何ていうんですか、乾燥とか湿気とかですごい癖毛なんで、こっちに行ったりこっちに行ったりするんですよ。リーゼントがで真ん中に標準合わせるのめっちゃ時間かかったりするんですよ。それ知らないんですよ。でも逆に言うと知ったこっちゃないの。それも時間に入れてやるし、うん、お前リーゼントやってなーって言うたんか。僕がやりたいからやってます。どれぐらいかかんねん。30分あれば。結構かかんねん。そうです。一回髪濡らしてドライヤーして、ああもちろんな、含めたら30分かかるんですよ。いやでもまあ30分やったとしたら、はい、30分前に起きるんじゃないよ。リーゼントがもうこっち行くのずっとこっち寄りなんですよ。だからそれをずっとこうやってやりながら、こうやってやる時間を本当に欲しいんですよ僕は。ああこの大変さをこっちでやりながらこうスプレーかけるじゃないですか。ドライヤーして固まるじゃないですか。離すじゃないですか。息をのんですよこっちは。言うこと聞かないです。これが早い癖とか、はい、癖を分かってほしいんですよ僕は。いやでもさ、お前刈り上げて楽して本場のリーゼントしないお前アメリカリーゼント通り行ったら笑われんねん。お前それどこがリーゼントやねんって。ファーレーのやつにかぶられて、まあ、横反ってるやつ。めっちゃ嫌だそれ、ね、ちょっとマジ横刈りだけマジやめます。本当にツーブロックをとりあえずほんまに。エレパレって知ってます？生きてたやつだみたいなのドセンターです。全然生きてない。ニューヨークさんがピックアップした見たエレクトルカルパレード。エレクトリカルパレード。あいつやろ、あのコットンの。あ、そうです。西村とか。コットンの西村と京都。あいつワラバランスの宮崎。宮崎。はい。とかの僕らも。そうです。エレパレス。エレパレス。T シャツの名前に入ってる。ドセンターで僕らです。サムライスライスっていう。あ、そうなんですよ、はい、歌にも入ってるんだ。歌に入ってます世界を制圧アーツシーで僕アーツシーです大阪の同期は全くそれ知らんくて、で、そのニューヨークさんの YouTube で知って、あ、こんな痛いやつやったんやっていう印象はあったんですよ、サムライスライス。やっぱ見る人の感情というか、うん、感覚でやっぱみんな変わってくるし、僕らは中卒なんで、もともと高校行ってないんですよ、で大学も行ってないし、そのキャンパスライフを歩んでないんですよ。NSC がすごいなんかそんな感じがしてて、学校の、ね、はい、すごいなんか良かったんですよ、青春やったんですよね。楽しかった、はい、で僕らはなんかサークルとか T シャツ作ろうぜ、あれってやろうぜみたいなんで、僕らもなんか楽しかったから一緒に青春で歩んでてやってたんですけど、片やなんかそんな感じで噂が広まってたなっていうぐらいで、僕らからしたらすごい青春なんですよ、あれは。すごいなんで言い方変えたの。あれは青春、俺たちのエレパレは青春、キラキラしたね。それをなんか
片やオザルドの伊藤とかがあのセックスサークルだとか言ってた言ってるけど、まあ、そんなんじゃ全然ないですし、セックスはしてなかった、セックスはまあしてましたけどそれはまあね、青春なんで青春でもエレパレってので結構食らってたやろ、作家さんと当時はすごい食らってました、そのなんか、はい、1年目の時に僕ら出番がないんですよ、やっぱ1年目なんで舞台もなくて、その時にライブの出るか出ないかオーディションを決めてやるってあるじゃないですか、で僕らオーディション行ったんですよ、その作家さんので、いざネタ見せをする時にこの中にエレパレ言うって作家さんに言われまして、知れ渡ってるんですよ、それが。で、一応僕ら1年目で正直でもんがみんなはいっつって立たされたんですよ。じゃあエレパレのやつらもう帰っていいよって言われて、ネタ見せもさせてもらえなかったと。何なんそれ、言うたって作家さんの名前みんな知ってるから、ちょっとグッと飲まなくてまあな、そういう経験がないから中卒で、いやそうなんですよ、キャンパスでキャンパスで知らないし、はい、楽しいなって思ってたんですよ、やってみたかったんや、やってみたかった、その本当俺も中卒やうまいうまいちょっと待ってください、その中卒同士っていがみ合う、悪く言ってるわけじゃないですよ悪く言ってるわけじゃなくて、なんで大卒のやつに言うと、俺は中卒でエレバレもなかったせめてエレバレやって欲しかったわ、入れてくれよ俺は歌に、急遽、まあ、中卒集まってるわけじゃん、エレバレ中卒が集まってるわけ、続けもらったかおるし、ちゃうの中卒集団じゃん、学歴やるやつもいんの、慶応大学、慶応やつとかいます、お前らおちょくられてる遊ばれてるだけやったんですよ、面白かったけどね、あの日いや、ありがとうございます、それでみんな広まってくださったのは、あ、そう、そこは感謝してますね、本当に中卒ばっかり作ろうか、エレパレジュニア、はい、エレパレジュニア、はい、行きましょう、中卒しか入ったかい、いや、もうめちゃくちゃいいよ、それやりましょう、ジュニア、絶対見返したろうぜ、絶対にやってますか、世間見とけよ、ほんまマジで勝手に中卒やってね、こっちは短大卒いいですか、僕短大卒なんですよ短大卒、短大卒はダメ、短大卒なぁ、全然違うよな、中卒と全然違うよな、誠治さんって高卒なんですか、あ、ほんまや、めちゃめちゃ高卒やん、めちゃめちゃ高卒は知らない、いや、その度合いは知らない、言わなすぎて分かんないですよ、めちゃくちゃジュニアさんが中卒っていうのはよう言ってるんで分かりますよ、行かなかった、行けなかった、おい、おい、加藤、加藤、なんで、なんの失敗だよ、いや、俺行けなかった、いや、俺お前、俺あの中高一貫の6年生行ってるからな、なんで、いや、ほんで、俺はか、ここ学校行ってなかったから、そう、心の大学や、大学や。お前らフィジカルの大学やろ、俺はメンタルの大学やろ、ちょっとそれすら難しくないやねん、分かるやろほんで俺はその後もうすぐ入ってるからな、あ、在籍しながらもうこっちを辞める前に俺吉本入って、吉本入ってから辞めてるから、あ、だから俺は夢進学やろなあ、お前らとちゃうねん、全然ちゃうねん、ちゃうねん、ぶれてるだけやねん、そっちは、お前ら、闇大学、闇大学、闇に落ちて、闇大学やろ、俺は夢進学、夢進学、いや、ほんま中卒は中卒だな、もうええって、仲間一応、まだ仲間一応、くくりは、よし、やろうか、ちょっと今度お願いします、ほんまに絶対もう、ほんまに、俺、僕たち中卒芸人です、胸張っててほしい、はい、マジで、いやいや、マジで、それでやった、森の宮でやってもらおう、森の宮か、いや、テレ朝ちゃうの、テレ朝ちゃうの、森の宮で、森の宮ですよ、テレ朝、森の宮出てください、一回、え、アメトークちゃうの、いや、森の宮出てください、マジで、森の宮やねん、森の宮だ、森の宮、漫才劇場で吉本の劇場あるんですよ、出てください、俺が夢進学して最初に住んだワンルーム、誠治と2人、ベッドと床が俺、ベッドが誠治、これが
森の宮のアパート。めっちゃありますやん。出た夢新聞。森の宮に劇場があるんですよ今。皆さんマジで出てください。森の宮。マジで森の宮に来る。これマジで泣くわ。森の宮の神社の賽銭箱を聖司と二人でずっと見つめてたことあった。うわーマジっすか。これだけは手出したらあかん。家帰ってチキンラーメン半分にしたわ。森の宮漫才劇場はちっちゃいですけど1000キャパのとこもあるんで横に。いや WWSS って一番ちっちゃいところでジェラ兄弟さんジュニアさんが出てくださって支配人が泣くっていうの。お前が決め、お前が決めすぎる。支配人なぜ支配人泣くの。いや俺らみたいな中卒はもう S がちょうどですと。いるか他。俺らお前3人ちゃうんか。いや3人で遠くられる。中卒いる。おるか中卒。中卒。おるやろ。ね。中退とかに小卒。あ、小卒。新兵さんいるんすか。厳密に言うと俺小卒やから。俺中学行ってんから。ええ。あ、教育。そうなんすよ。初めて。ごめんなさい。小卒ですか。あれ、バカにしてるやん。もう。何言ってんだよ、お前、俺ら。今、初めてバカにしてるじゃん。なんか人生初の学校バカにしてるじゃん。何や、お前。そういう意味じゃなくて。何笑ってんだよ。ジュニアさんの口から小卒って聞く。人生俺歩んでんだよと思っちゃった。ちょっと。お前、そういう風に人を見んねんな。見てないです、全然。だからお前楽してこっち。お前張り上げんねや。これはお金ないからっす。たくさんとしんべさんはえぐいよ。あの親父狩り一番最初にした学校やから。誰が決めた。日本で一番。誰が決めた。日本で一番それ親父狩り最初にしたっていう。どうやって決まるの。東落合。渋谷とか横浜とかちゃう。東落合。なんで東落合。中年男性を暴行っていうニュースで一番早かったが東落合。逆に勇敢に出てたもんな。逆に俺ら一番やね。長官じゃなくて勇敢に出る。さっき勇敢に出てたもんな。さっき言うてまおったよ。金魚日じゃなくているか。じゃあともう4人やで今。ほんまや。中卒東京やったら兼近中退っすよ。高校中退なんで。へぇ兼近。兼近は高校中退なんで。兼近オンエアできへんで。それが出てる。別にええやろ、お金じゃ。いやもう、あとはもう勇気声かけるしかないな。リアル勇気。リアル勇気。ああ、お前すぐ月曜師匠とか絶対中国やん。ああ、来るやろ。絶対中国。ぐる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 。絶対中国。ぐるぐる。いや、僕らだけの力じゃ無理です。いや、ぐるぐる。かのこさんとかも呼ぼ。いやいや、向こうが中層と愛してなきゃ無理です。いやいや、来るって。いや、結局中層が一番純粋やね。なるほど。うん。結局出てんねん、高校とか大学とか。そうなんですよ、出てるんすよ。なあ、ちゃうやん。いや、俺結局信用できへんもん。わからんさんがめっちゃ長そう。俺信用できへん、中卒だけやもん。わからんさん。僕もそうですよ。大ハマりする。よかった。ほんまにそうっす。似てる。わかり上げてますよ、こいつ。中卒やのに。今もうごまかしてごまかして。俺は信用できないよ、これ。これ今ちょっとぼやけてた。俺も本当に出た。本気で自分を信用したことがあるやつ。これが中卒です。これが中卒です。中卒はもう一回自分のことだけを信じ切ったやつが行く道、それが中卒です。結局間違ってたよ。間違ってたけど一度だけ自分のことを信じ切ったことがある、これが中卒です。いや短大もそうですよ。何を言うてるんですか。全然違う。短大と中卒一緒やで。短大で出てるんですよ男で。ちょっと男で探偵。女に揉まれて。そう、女に揉まれて。女しかおらんところで揉まれて揉まれて、それでも受けようとして、受けようとして、受けようとして、もらい取ろうとして。そう一緒。中学生に呼んでください。一緒一緒。呼ばれても喋ることない。ある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 。第2弾中卒やります。で次のパート2で中卒と探偵が一緒だ。
っていう短大一緒です。一緒か、マジ一緒じゃん。中途と短大の短大での男は一緒だって。一回ワンクッションないと。まずはちょっと中途、一度だけ自分のことを信じ切ったことがある男たち、はい、めちゃくちゃいいですよ。それでいきましょう。はい、今までどんだけやってきた。キヨッショー来てくれあると思うで、言うたら。いや、もう中卒なん知らんけど。知らんけど。俺も知らんけど。知らんけど。勝手な想像で言うてるけど、全員。ぽいぽいかも。ぽい。学歴はなかった。でも、もう、中卒っぽい人って、中卒っぽい人って。確かに中卒と一緒ですよ。なんか中卒なのに中卒をバカにしてるみたいな。いや違う違う違う、中卒っぽい人って中卒だよ。一緒一緒やから一緒。俺らのネタ中に立ち上がってどっか行く人や。中卒や中卒や。どこ行くねどこ行くね。人が寝てやってる時行くとこないで。軽自動車みたいな乗用車あるやん。もうそれ軽自動車。確かに。あ、めっちゃ分かりやすい。めっちゃ分かりやすい。原付きみたいなバイクは。原付き。もう中卒や。ああ、ニクさん。よしよ。中卒です。よっしゃ予想通り。これでも、ほら、ほら、その効果できるじゃん。もうトップのトップ。中卒。お前。絶対。じゃあ俺責任もって言うわ。師匠、中卒で頑張ってるやつがいるんですよ。でそのトップもうまあ言うたらもう競争ですと、はい、来てもらえませんかっつって森の宮呼び合わない。僕やめときますって終わりですよ。僕やめときます。僕っていうんです。俺らが滅びそうっすよ。いやいやそんぐらい辛いっす。中卒のなでこっちの勝手なあれで。でも覚悟いんねん、うん、なあほんまそうです。うちのトップは夢進学。夢進学家庭が貧しい、はい、高校行かねえ、じゃあどうする、よし笑いで俺はトップ取る、うん、裕福なるぞっていう夢進学。俺もあ俺は政治に誘われたけど、うん、お前学校行って、家にずっといんねんから来いって言って夢進学したわけ。お前らみたいな、なんか…いや、エレパレ入ってね。エレパレ入ってね。エレパレは割れない。それとちゃうねん。いや、そこは申し訳ないけど。森の宮出てくれます。森の宮。だから、オファーしたら。マジで済ますよ、そんな。呼べ、多分打てるんですよ。いけません、マネージャーさん。全然いけない。マジっすか。ジュニアさん、出れる森の宮。まだ劇場メンバー上がってね。上がった、上がり立てで。上がらなかったよ。上がったら、上がってくれよ。上がったら自由。中卒の底力見せたり。見せたりますわ、マジで。中卒ってその団結は。森の宮出てくれるんや。じゃあちょっと、次は森の宮やな。森の宮、はい、マジで。いいんですか、ほんとに。その前に、ちゃんと上がってくれて、マジで、はい、上がります。なあ、待ってるから。俺はもうマジでやるから。マジっすか。それは絶対やるから。申請しますよ。申請しますよ。清志郎も言う。清志郎は上がらない。ちゃんと全部真面目に。清志郎は俺が言うから。ほんますか。そりゃそうやん。その前にお前が上がってくれな。上がって、マジでジュニアさん。中卒ライブみたいなトークライブ、マジ平岡さんマジで泣くでそれで中卒集めてそれやろう。やりましょう、お願いします。森の宮二重マスクできます。二重マスク、あの普通の普段のマスクと青のマスクつけて二重マスク出るっていうのやってるんですよ。これ二重マスク、二重マスク、あのまだコロナがめっちゃ流行ってると思ってるんです森の宮。まだじゃあ知らん中卒、コロナかからへん。嘘。ええー。